中に王子様はいませんか？どうか私とキスを。どうも PO25 ですというところで久々でございます。デレステやっていこうかなと思いますがいつも通りの雑談的なところやっていくんですけれども、まあ本日もね多少そのデレステ雑談を考えてきましたのでお話をしていこうかなと思います。いきましょう、まあ、というところで最初はですねこう報告と言いますかね、まあ無事こう SS レアスカウトチャレンジ、あれはスカウトチャレンジ神チャレンジあれはね終わったよと無事手に入れましたまあ私この日向子さんにしましてね最終日の方にですね無理に営業をめちゃめちゃやりましてもう強引に持っていきましたがね、あれ大変なんだよ結局多分最短でいけるの営業だよね。まあ、ただ無事に手に入れて手に入れることができてね良かったですね。今回ね、そのイベントスタートダッシュが遅れちゃいましてそうなんだよね。そんな感じでこう、ひなこさんの手に入れたわけでして、いつものね、恋染めロマンチカあれとはまた別のこうバリエーションを増やすことができたというところで、今回の MV は結構このひなこさんがメインになってくるかなというところになりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ次いきますか。というところで2曲目でございますね。銀のイルカと熱い風でございます。はい。これはですね、なんだっけ、私今ね、プロを走ってるんですよ。石集めのため。で、あれね、石集めって、そう言ったね。フルコメですね。これはプロやってるんですけど、その時ね、見つけた、この組み合わせ。どういうこっちゃったらしいですよなんかね、オーバーロードを積むんですよそうするとね、フルコンは取れるんだ。ただね、一回ミスするとね、だいぶ失敗するっていう、すごいこうスリリングな体験ができるので、皆さんぜひともやってみてください。こんなこと話したかったわけじゃないですよ最近さ、その動画を撮ってるんだけどもなんかね、こうなんかね、新しい案というかね、そのなんていうか新しい案みたいなところがね、こう出そうで出ないんだ。そう、これはいいぞみたいな動画案がね、たまにこうパッて思い浮かぶことある。で、たまにこうシリーズ外みたいなところで出るのがそれなんですけど、なんか最近それがですね、こう思いつきそうからの全然思いつかない、形にならない悩みがありましてこの悩みすら言葉にできてないからね最近そのパワプロをね、よくやっておりまして、して動画でね、それがね結構新しい企画を思いつくんだけど、ね、それもシリーズも終わりなので、ね、結構長い時間やらなきゃいけないというところも考慮しなきゃいけないので、ちょっと難しいなと思ってるんですけど、ね、つまりなんか最近動画企画は全然なんか新しいのが思いつかないなって感じです。いやマジでメンバー適当に選んだ特に何があるわけでもないけど、本当に適当に選んじゃったまあ、でリトルリトルでございますが、まあ、この曲ちょっと関連したことがお話がございまして、私最近あれなんですよね、ソールドアウトをよく聞いてましてその詳しいわけじゃないんだけどめちゃめちゃ聞いてて、めちゃめちゃっていうか、まあでも結構聞いてて、うん、昔なんかちょっと一昔前聞く時期があったんですよ。まあ、っていうのも神宮に試合を見に行った時に、てっちゃん山田哲人選手の第3打席目の登場曲はですね、アライブなんですよね。うん、でそこからソールドアウトというものを知って、まあ、しばらくこう同じ曲ばっかり聴いてた時期があって、今最近結構その
別の曲も聴くようになって、その時に固定で聴いた曲以外のね、曲を聴くようになってた。やっぱりこう、なんだかんだ結構ね、その、ソウルダークにガッてきたのが、やっぱりこう、ミリオンモンスターズアタックだったんですよね。なんでリトルリドルとね、これが関係あるのかって話なんだけど、ソウルダークがね、関係あるのかって話なんだけど、実は YouTube にあるんですよね。リトルリドルと、なんとかサンセットと、東京通信のマッシュアップがあるんだよ。そうなんだよね。それを思い出しちゃってさ、お、リトルリドルだろうと思ってさ、あ、そういえばこの話なんかできんじゃねと思って今、急遽やっちゃった。本当は予定じゃなかったんだ、これの話。なんだろう、あとさ、ドリームドライブだ、ごめん。ドリームドライブのさ、ブラザーハイ。ブラザーハイさ、めちゃめちゃアルビスに似てるよね。関係ない話最後にしちゃったな。はい。ユニット編成めっちゃ大変だったな。人数多かった。でまあそのお話なんだけど、ユリ関係のお話をちょっとしたくて、なんでなんだいって話なんだけどさ、よくツイッターでさ、ユリの本棚をさ、晒してる人いるじゃん。ユリ漫画、ユリ好きの人とつながりたいってハッシュタグで、こう、出してる人いるじゃないですか。その人の本棚、よく、見かけるからさ、見るんだけどさ、なんでこぞってみんなさ、甘いの好きないの。すげえ量ある人のさ、本棚さ、めっちゃ拡大してさ、一つ一つ見てもさ、甘いの好きってほぼいないんですよね。その系のツイートしてる人の本棚で甘いの好きがあるの見たことない。なんでねえ、おかしくない？私はそこをね、すごくこう、悩んでまして、どうやったら甘いの好きってもっとみんなにこう、読んでもらえるんだろう。あれめっちゃ面白いからね。そうなんだよ、ごめん、なんか結局また担当詰め込んできちゃった。ごめん。いやだってね、1回ぐらい担当詰め込まなきゃさ。まあ、で森久保とミリアさんっていうのね、ちょっと出張ですけど、ジョーカーですか。私今ソフトバンクペナントでもうちょっとで終わるんですけど、一応この動画を撮ってる段階でですね、次が最終回なんですけど、ね、ジョーカーですよ。マッキーね。マキアラさん結構好きなんだよね。2018年の後半めっちゃ打ってさ、そっから、あ、いいなと思ったんだけど、ね、ちょっと数年ね、苦労したけども、やってましたね。ごめん、最後はアミマネルで締めたかった。あと結局、ひなこさん戻してきたんかいって話だけど、もうそろそろみんなあれじゃない？このひなこさん見たくなっちゃったね、逆に。どう？なんとなくゴシップクラブってね。まあ、雑談なんだけどさ、スプリングトレーニングの招待選手が決まりまして、ブレイブさんらしいですね。まあ、いろいろ招待選手を入れたわけですよ。ね、ジャレット・シュースターもいましたし、あとは、ピラーとかもいたんだけども、私気づかなかったんだけどさ、ブレイブスっていつの間にかエチェとさ、ヨルマー・サンチェス、マイナー契約してたんだね。え、あれってさ、まあ、流れたか。いや、全然気づかなくてさ、招待選手見てさ、いつの間に飛んだと思ってさ、え、あれトレードローマーズの記事に流れたって言ったわけ。絶対おかしいよね。見てないよ。全然見てない。もうエチェ戻ってきたんだね。まあ、エチェはね、2020年までアトランタにいましてね。まあ、それ以降、21年からロッテに行きまして、もう2年間プレーした。後、また戻ってきたと、ね、いう感じでございまして。まあ、ロッテでは結構なんか効果的な一発とか、
めちゃめちゃ大事なところでのコープレーとかしてましたけど、やっぱりこうでも全体続き見るとね、あんまだったっていうところで、まあ、元からのバッティングガンガンって選手じゃないですかね。まあブレイブス自体は2019年結構ね、ホームランよく打ってたけど、9本ぐらい9、8ぐらい打ったんですけど、2019年はスワンソンじゃなくてエチェがショートってことも多かったんですけどね。まあ来年からスワンソンいなくなっちゃいますからね。そういう意味ではエチェって存在も結構重宝するんじゃないかなと思いますけど、まずはねメジャー契約取らないとかございますけども、終わっちゃったよかったね